ゲームテーマはまあ恐れるなっていう、まあホーム参戦やって、今週から敵地でまあその相手トップ4、前年度トップ4のチームっていうことで、まあその恐れを持たずにあのしっかり自分たちのやることやって、役割果たせれば勝てると思うんで、まあ、このテーマになりました。相手のフォワードが重くて強いフォワードがすごいいっぱいいるんで、そこにスクラム押し負けないっていうところをまず僕個人として目標として挙げてます。まあ、スクラム面では問題なく組めてたんですけど、やっぱりこうディビジョン1ということで、まあ、相手の速いテンポにちょっとまあ後半最初から入ったんですけど、まあそこでちょっとまあファーストパンチ食らってしまってズルズルいってしまったんで、東芝戦ではそこしっかり、まあ前半の入りから僕らがパンチできるように頑張っていきたいと思います。パッセンジャーの皆さん、いつも応援ありがとうございます。ちょっと今チームは、5連敗してて苦しい状況なんですけども、しっかり敵地で、勝ってきて勢いをつけた状態でまたホーム戻ってきますんで、応援よろしくお願いします。6戦目にして初めて出場できて怪我も復帰して順調に来ているので、ウイングっていうポジションですけど、しっかり自分の役割を果たしてやっていきたいと思います。去年の日野戦、それも秩父宮戦以来ですかね、はい、ディビジョン1っていうところで相手も弱くないですし、ディフェンスっていうところ部分をしっかり強化していかないと相手天才になってくると思うので、まあ一人一人の役割っていうところをしっかり果たして、でチームでコネクトして、しっかりディフェンスしていきたいと思います。まあしっかりエリア取ってくるチームだなっていうのと印象と、あとはどこからでも攻めれるようなランナーが揃っているので、しっかり本当にディフェンスをしっかりしていきたいと思います。ビジターのゲームになりますけど、しっかり本当に自分の役割をしっかりしていいゲームにしますので、どうか応援、寒いですが応援よろしくお願いします。またいい形で勝利してホームの方に戻っていきたいと思います。ありがとうございます。開幕から、まあ、勝ててないので、まず一番は、勝利して大阪に戻ってくるというところをチーム全員で、達成して帰ってきたいなと思ってます。で、まあ、個人的には、久しぶりの公式戦なので、まあ、しっかり自分の役割を23番フィニッシャーとして自分の役割をしっかり整理して試合に臨んで、でいざ、出るときにチーム、試合の状況を考えて自分ができるプレーをしっかりやりたいなと思います。まあ、もちろん状況、試合の状況によるんですけど、まあ、やることは変わらないです。出たら、システムの中で、タックルしてアタックして、まあ、そのシステム自体は十分理解しているので、ライナーズのスタイルを出せるように、自分が入った時により引き出せればなと思ってます。チームメイトはみんなグラウンド上でしっかり体張って、チームを代表して戦ってくれてたんですけど、まあやはり結果がなかなかついてこない中で厳しい戦いになってて、まあ僕自身もなかなか試合グラウンド上でチームに貢献できてなかったので、まあ歯がゆい思いもあったんですけど、まあこうやってグラウンドでジャージ着て立てるっていうところで、チームを代表してしっかりとグラウンドでプレーしたいなと思います。いつも応援ありがとうございます。なかなか開幕から結果という形では皆さんに、恩返しできてないんですけども、我々チームは毎日日々努力して、勝利を目指して、やっております。勝利という形で本当に恩返ししたいと思ってますので、今回アウェーですけども、現地また、大阪から声援を送っていただけたらなと思います。頑張ってしっかり勝利して大阪に帰っていきたいと思います。よろしくお願いします。